何これ？これ？何このフード？これね、家族のご飯。へえ、見せて。すごいほら、美味しそう。何これ？これね、カナガンレンタルっていう。かっこよ。結構でもさ、見たことない？いや、ない。かっこいい。何これ？有名なんだよ。ご飯変えたの？そう、ちょっと前にね、前から徐々に慣らさせてはいたんだけど、すぐ終わっちゃうからさ、これは。見せてよ。原材料。そう、原材料。ね、すごくいいものを使ってて。さつまいも、じゃがいも、エンドウ豆、チキン。骨抜き七面鳥、サーモン。人間でも食べられそうなやつばっかっすね。うん。カルガが。もうこれね、すごいのが、本当にこれ北大西洋の沿岸で育った天然の海藻から作られた特別な栄養素を配合してるんですよ。これなんか、特許取ったとかいうやつやん。そう、そうです、そうです。これね、結構多分見たことある人いると思うんですよ、このパッケージ、うん。ちょっと前から徐々に慣れさせていってるんですけど、今日やっと切り替えで初めてカナガンデンタルだけで上げてみようと思います。何日ぐらい前から変えたんですか、これ？これはもうね、2週間ぐらい前からちょっとずつ徐々に切り替えていっていこうと思って、今日。はい、ほうれん草、大葉、海藻、カモミール、マリーゴールド、クランベリー、アニスの実のコロハーだったりね。で、まあ急にね、ご飯変えちゃうとやっぱお腹ゆるくなっちゃったりするんで、徐々に変えるって感じでね。毎日の輝きはやっぱ食事からなんですね。食べるだけで毎日すっきりと、特別なドッグフード食べれるという、簡単にペットの健康な体環境を維持できる特別なドッグフードですということですね。はあ、なんかそうなんですよ、すごくないですか。で、2キロ、これ2キロなんですよ。あ、そうなんですね。あ、まあ、すごいですね。まだ言い足りないんですけど、まだ言い足りないんですけど。イギリスの限られた農家から無理仕入れた平飼いのターキーを使用していて、体に豊富なタンパク質と栄養素も含むんですね。あとですね、さつまいも、これは食物繊維が豊富に含まれてて、カルトのさつまいも好きなんですけど、栄養が時間をかけて吸収されるため、とても体に優しく負担をかけません。健康維持のためのビタミンやミネラルなどの栄養素も豊富です。まだあるんですよ。体のサポートをしてくれるんですね。グルクソニンってみんな聞いたことあると思うんですけど、これもたっぷり改造されてます。でですね、このマロイティや、メチルスルフォニルメメフォニルメタン MSM っていうのですね、も含まれていて、愛犬の健康的な体を維持してくれるんですよ。聞いてます？
全然、そうっすね、食いつきいいっすね、うんうん、やっぱりご飯のさ、一つ一つにさ、真ん中に穴が開いてる、うん、これが良くなってるよね。あれちょっと、軽く